お疲れ様スラッです。今日はですねこちらのゴレファルチェやっていきたいと思います。ということでこちらですね、バランス調整で強化されましたファルチェ君が、まあ、入ってるゴレなんですけども、すでにですね流行っております。はい、現環境のテンプレデッキとなっているということで、まあ、早速ねやっていくんですけども、まあ、なんだ基本的にベビードラか、ベビーだった枠がファルチェになったのかなと。でも、まあ、ファルチェって一応5コストなので、5コスのファルチェと5コスのムートってなんかちょっとこうね、いや重いやんってなるんで、個人的にはダックプリとかでもいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、ムートの枠、まあダックプリとか、まあなんだろう、ゴルナイ、ミニペ、ランバーとかでもすごいいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあなぜかは知んないですけど、ムート型でね、もうテンプルとして現環境そこそこに流行ってますんで、まあおとなしくじゃあはい、ムートが強いならムートでいきますってことで、環境に従ってムートファルチェでね、はい、やっていきたいと思います。でもファルチェがいることによってね、もうなんか防衛バカ強そうだし、攻めも最後ファルチェトルネでね、もうマジェチェトルネかのようにねダメージも稼げそうですし、なんかいいことしかないね。これなりに飛ばないで、よし、はい、でもここも別にいいんですよ、大丈夫かっつってなると思うんですけど、ファルチェの釜で何とかしてくんねえか。ファルチェの釜長いんでね、長いんで、うわうまい、ちょっと待って、それいや、いや強い、お願い、めちゃくちゃミリでペッカだけ残ってる。まあ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 、これぐらいなら許すか。大体ペッカラムか、ペラムちゃん、メガラムが環境ちょっと復活したんですけども、それに対してのペラムもちょっと増えそうな予感もします。はい、もうすぐ20勝チャレンジも始まるってことで、また20勝チャレンジおすすめで一挙出そうと思ってんだけど、何がいいだろうなと思って、まあ人のうちの一つはメガラムが入ってますね。まあゴレもやっぱ強いですけどね、安定感を求めた時にすごい難しいところだなって感じてます。うん、このファルチェがねどんぐらい強いのか、まあでも結構このゴレだったら全然20勝もいけそうな気もしないことはないですけど、さあこれ蓋してもよっそ、え、これめっちゃうざくない、タルババやめてだよね。まあでもここでペッカをある程度溶かせれると、しかもライト打って、え、これ全残り、え、これメガゴが開いてガチキツだで、あはイーブメガゴ、いやマジで腕短い、いきいきいき、いやさメガゴが強い。そう20チャレが始まるんでね、マジで楽しみだな、年に数回しかないんでね。さあこれはもうゴレファルチ組んで、まあ、ファイブなんでね、これムートもあなた処理きついやろっつって、遠距離来たらおトルネで巻き込んであげてっつって、あもう全然こんな対空来たらライトして、あーゴルナイ強、いやーだマジで無理はしないで、これダメージ勝ってるからこれムートに行くんじゃないあいつマジで、おーなんかすごく動きしてるな。いやーまあ無理はしなくていい、無理はしなくていいけど、あんま低めから行ってね、2リット無駄にもしたくないので難しいとこ。いやー天才かタゲ、ムートも残ってたらちょっと行きたくなるぞ。ゴーレム、これゴーレム行っていいんじゃない、さすがにね、ファルチいるし。で、逆サイも守れるムート。え、このムート最強さだ。マジ、攻めでも使えるし、守りでも使える。まあ、さすがにこれライト打って、ダメージ稼ぎながらカウンター阻止。で、これだ、これで、マーをやってくれると、うちのカウンターがだいぶ抑えられる。え、強くね？ペッカ余裕やんちゅう。ゴーレムでペッカ余裕になった時代、いやーこの釜も強い、終わったなこれ。さあ釜が強いことによってライトニング取り抜けないです、おい
いやムートめっちゃいいっすね。まあダークプリとかランバーとか、まあ、ミニペとか最近だとゴルナイとかか、まあでもいい気もすんですけど、なんかムートで十分ですね。なんかめっちゃいいね、まあ、ムートかファルチどっちかつけとくとかかな。両方にライトニング打たれるとかがやっぱ一番こうコスパ悪いというか、相手からしたらコスパがいい、うん、ちょっとねお得にだ処理されちゃうんで、まあ、ムートファルチで同時に出すときは、まあ、相手になんだなんかないときとかね、ライトニングがとか位置離すとか、まあどっちかだけ出すとか気ぃつけるのは大事かな。ファルチェにライトニング打たしてムート追加とかかな。さあ巨峰具だな、これもうどっから動画なんだよ。巨峰具に対して俺トルネードなかったのか。さあまあホグちゃんも結局守ってゴレライト削りかな。ちまちまこれ絶対着陸来るっしょ。ディーンディーン。さあムート壊れたらクエイク来てホグ来てファイスピーも邪魔でって感じかな。ロリババトリアトルネで一旦キング起動してかな。ファイスピーでこの樽を嫌なのでホグが来る。おー全部見えてる。ピヨーン。はい、いいんじゃない。まあクエイクがあるのでボス機を置くのって話なんですけど、置きません。強スケが来たら出そうかな。まあ防衛できるよな。いやこれに対してのムートが熱いよね。まあファルチェどっちがいいだろうっちゅう。まあムートでいいやろっていう。はい、強スケの爆破耐えるんだね。大砲はまあ何もできないの。あ、着に狙えて撃てたら熱いんですけど、これちょっとむずいな。あ、着がこっち撃ってけどちょっとね話が違うんですよ。まあそういうこともあるか。適当にさばいてバイス使ったら熱いな。お、これさめっちゃ強くないっすか。ファルチェ解けないもんね、相手の呪文で。うわぁ、それは。あれ？なんか美味しくね？さて、相手のプレイ怪しくなってます。大砲に即。圧着真ん中ぐらいに来ない。こういうのもね、全部反対ってもらえばいいんですよ。はい。さあ、防衛カードなくて。あちゃくんいないと守れまっちゃーんってなる。で、ここはマジでファルチェの強みで頑張るしかない。で、ここは。おい。え、めっちゃ良くね？ちょっと良かったね。さあ、あちゃくん逆サイやって、タワー一発持ってって、最後はまあ時間でね。勝っていく。さあ今んとこ結構いい感じにムートもファルチェも仕事してる気がしますね。でもファルチェがいいね。うん、守りでも強いし最後の削りでも優秀だし、なんかムートとファルチェどっちに相手は呪文使おうってなるっすよね。まあファルチェって基本的に呪文全部耐えるんで、ロケだけかな。ロケだけ解けますね。ライトニングも基本的にライトプラスのもう何枚かのね、組み合わせがないと、解けなかったと思うので、一発？あ、腕短いか。やばい。うわー、危ない。いやー、ロケホン痛い。おい、タイ！ロケホンってなんで流行んなかったんだっけ、ここ最近。最近ちょっと少なかったんですけど、なんでだ？さあこれ強いぞ、この後ろ墓石。マジ、タイスケラ、タイドリル、タイリガーとかかな。もう後ろにね、墓石置いとけば結構対策になるんで、墓石置く位置とかもね、意外と適当っちゃ適当でいいんですけど、もう後ろに置いて適当にって感じかな。うん、なんかめんどくさいな、いっぺんうじゃうじゃしてんな、施設が出てくるっしょ。うん、まああいつだけ芝居とくか、さすがに。
さあそしてデリバリー、デリバリーはもう天敵よ天敵。デリバリーはやばいね。陽気ほぼもデリバリーでしょ。大型まあ苦手なんでしょう。もう無理せず後ろからっすね。もう結局ゴレーとかも形組まなきゃっていうので、お前えぐマジで対大型専用マシンや。まあ、プリンセスの思いね、ハーレム作ってあげてやってくれれば何でもいい。でかすぎる。これだって IT にもうライト打って、それ以外はもうユニットつけてみたいな、そんな感じっすよね。そんな単純なもんか。いや単純なもんっすよ。これもうこれでいいんじゃない。相手終わったくなる。全然もしかして全然終わらん。あれ俺の思ってたんと違うな。もっとこう、おらマジやっちゃ、マジやっちゃ、ほぼマジやっちゃ、ほぼマジやっちゃだけど、もうちょっと進んでほしかったな。いやーロケホー、ロケホーマジで謎で嫌だな。何でいいんだろう、結構。バルチの奥打ってくるかな。打ってくんな。さあ、これ、ちょっと守りにくいぞ、でも。おっ、ルート餃子入ってる。マジであるぞ、これ。マジであるぞ、これ。あるぞ、これ。そんなロケもなんか出しちゃってよ。いけぶっ刺しみかこ。いやマジで腕、腕伸びろ、腕伸びろ、腕伸びた、でかい。マジでライトニング、はい間に合いません。奇跡、はい、金持ってんこんなのまあさすがに、さすがにちょっと硬かったな。なんかもう全てが嫌だったんですけども、まあまあ、なんだかなりましたね。ファルチェの無理やり巻き込みトリネとかも、あれファルチェがもうちょい残ったらね、あれミリ残ったらタワーのターゲ受けてたんだけど、受けてなかったらもっと熱かったかなって感じでしたね。まあ最後の最後にね、ファルチェトリネでもう何とでもできるっていうのがこのデッキのまた強みとかっすよね。ゴレとかもですし、高回転とかも結局ね、なんかもうダメージ差開いたらきついじゃんっていうのありますけど、ファルチェいればファルチェでなんとかなっちゃうよっていうさ、ゴレだくねやないかいつって。まあさすがにゴレワンチャン大好きやら逆転来たら全部しいダクネ歴、おーダクネ歴じゃい、ダクネ歴じゃい、なんやそれっちゅう話ですけど、まあこれはさすがにファルチ強い、ちょっとダメージ受けちゃうけど、まあまあ相手もこれ結構嫌なダメージじゃないですか。おお、あれあの突進ちょっとな、嫌だな。この突進受けなければさ、地味にミッド残るよね。いや、しかもファルチトルネが入る、あ、しかもムートが入る、あ、終わった。すごいデッキきました。ジャイダクネ、エレキ、プリンスミラーっていう。もう前シーズンのミラーの名残がね、すごい。いや、いいや、でも、マジ、ファルチェもムートも、なんか、この2体でなんか、いい感じになってんな、マジで。さあ、これは、まあ、ボス席置いて、結構すぐのやで、コスト的なのもトントンだと思うので、待って相手のダクネに鎌野郎をしっかり合わせてね、防衛していきたい。まあプリンスの受けがね、俺ではちょっと苦しいかなぐらいですけど、そんな岩でええね、プリンスの受けぐらい岩でええね。おわやばい、待ってやばい、待ってやばい、それさすがにずる。さあ、おーまい、
ファイブ嫌だったな、しかも。いやー、マジすごいデッキ来た。やばい。やばい。やばい。いや、マジやばい。ケツプリプリデッキだ。ガチで。ガチでやばい、これ。待てよ。冷静に守れないと判断して。ケツプリプリがやばい、これ、マジで。ただ、めっちゃ冷静です。で、やばっ。いやでも神ライト、うーぐさ、ちょ待って、ちょ待って、それちょっと待ってくれよ、これやばいって。すんごいデッキだけど、いや俺なら勝てる。おっ、ピッ、え、マジだ、マジだ、マジだ、めっちゃ、めっちゃイゴル、めっちゃイゴル、めっちゃイゴル、マジめっちゃいい、これ。しかもファルチで取るね、でワンチャン、え、マジファルチで世界変えれる。エレキズシャン硬くなった、終わった。マジでプリプリしすぎだって、ケツ危なかったっすね。まあ、墓石があるんですけど、墓石壊された時の、てか、まあ、プリンス2体がなんかきつかったね。そう、ナイス勝利。ウィッ。まあ、今のも数でもでかいよ。いいよ。まあ、バルーン自体はね、墓石取るねもあるし、メカゴもあるし、まあ、ハルチも一応あるんでね。そう、6666やん。これも対戦する前から敗北が決まってる。おめでとうございます。で、まあこのゴレは比較的守るゴレですね。なので攻めよう攻めようよりは、まあ墓石を置いてしっかり後ろからファルチ、後ろからムート展開してからのケツゴレであったりとか、ワンちゃんの端前ゴレみたいな、守ろう守ろうでいきたいですね。いや、ヤンキーすぎだろ。まあ初手端前ゲーしてる。これかゴムレー来ると結構やばい。ガゴムレ来ると結構やばい。神アドボーイしたのか、俺。ピョーン。吹きは一発。さすがに定位置か。さあ、スケキン迫撃の、まあ、吹き矢、まあ、矢なめなのか、ファイブなのかわかんないけど、まあ、スケキン迫撃テンプレ、あと1個ガゴムレかコウモリですね。まあ、ファルチゴリ強すね、これ。相手の呪文マジで。ロケは、まあ、98% ぐらいない。いや、マジで、このヤンキー攻めがすごい来るからさ、もう、お仕置きよ。スケキンがやべえ、溶けるの早っ。俺の方がお仕置きされてるやん。なんで、まあ嫌かな、さすがに。おいしい。え、なにこれ、サンタさん紙プレゼント来た。よし、これライトニング削りで勝つやつじゃないの、もしかして。俺の攻め通んねえよって。ライトの削りで結構勝てるやつじゃない。まあでも相手がもう一個ね、コウモリかガゴムレかを隠し持ってて、コウモリだったらもうちょっと使ってもいいと思うんで。ガゴムレかもしれない。よし。いや、流れは悪くないんじゃない？特別いいかって言われたらあれだけど。よいしょ。あー、めちゃくちゃいい、それ。
いやマジなんだろう、吹き矢もムードも迫撃もつって全然通らんやん。一発いとし、これ吹き矢早く来てほしいな。この釜に自分から当たりに来い。いやファルチサイダーのこれガゴブレやば。冷静に早めに。え、でかっ、なんかめっちゃ入ってる。え、なんで。あ、ちょっと邪魔なんで壊す。さあこっからはイモイモです。イモイモ合戦。いやー痛い。いやそれ強くない？待って、お兄さんそれずるいわ。いやでも俺もライトニングあるからなんとも言えねえか。もうさすがにこれ、もうさすがにこれはこうだよ。うん、いやこれ結構美味しい流れだけど、もうライト削りだなこれガチで。それ飛んで、いいよからの、ここに小物が、いやマジで足目指してるだけ。ファルチェの釜、ファルチェの釜、ファルチェの釜。いやムートも素晴らしい。さあこれ多分ね、普通にゴーレムだと意外ときつい。まあ、ゴルダイナーの事故があったりすればね、いることもありますけどさ、ファルチだからね、相手の呪文を耐えて残りますし、突破できたんじゃないかなっていう。いやいいね、ファルチ君。いろんなデッキに入ってきそうだね。ということでこちらゴレファルチムートね。だから最初ねムートなくてもいいんじゃないかとか思ったんですけども、やっぱムートもいい味だしファルチもいい味だし、いや結構バランスも取れたね、いいデッキなんじゃないかなと思いましたね。皆さんもぜひ使ってみてください。よければちゃんと高評価お願いします。ではお疲れちゃんでした。また。